コウタロウがコペチャクラ待ってる。そっか、休憩後だからね。転換なかったから、じゃあ。あ、じゃあコウタロウのために早めにトイレに行かせてあげる。あ、まあ、コウタロウコウタトイレばっかり行ってるけど、俺もトイレ行きたいな。だって我慢してる。いや、俺行かんって言うけん、もう行かんめんてか、そう、家族がおしっこしない方が緊張感あっていいよ。めっちゃおしっこしてる。これで漏らしたら本当最悪やけど。そのためにいや、このバンドの初めは何だったっけ。まさかつと私が何かオリジナルバンドやりたいよねっていう話をして、で、私とまさかつが2年生の時の軽音キャンプに来てた涼也と孝太郎を、あ、俺孝太郎してないよ、あ、してないか、あ、涼也に話をかけたんだ。なんかどうですか、オリジナルとかやりませんみたいな感じになって、じゃあギター誰がいいやろうねってなって、コウタロウに声をかけてみたんですけれども、まさか、まあ誘った当時2年生まさかが私よりも全然ネタとかをすごい作ってきてくれる後輩で、まあ短い間でしたけどすごく楽しくやらせてもらいました。またこうやってライブができて嬉しいです。ありがとうございます。涙させてじゃあ、まあ次行きますかね。何が寂しいね。次の曲はですね、初めてうちらが作った最初の曲なんですよ。でも割と気に入ってて、なんかまあ涼也くんが持ってきてくれたベースのイフから始まるんですけど、まあなかなかファンキーで、だからこういう感じのリズムだったら、まあこれもちょっと強めな歌詞でいきたいなって。でもまあサビではポップにみたいな感じで作った曲です。いきましょうか。はい、お願いします。I'm not afraid to die.
今ので3曲終わりましたね。最後の曲は実は私が作った曲なんですね。覚えてる人いますかね、どんな感じだったか。結構私的にはまあずーっと昔から聴いてたアーティストって言えばアブリル・ラビンとか、あともう本当にテイラー・スウィフト、さっきこの後やるテイラー・スウィフトとかめっちゃ聴いてたせいか、まあ、私はそのアブリル・ラビンとテイラー・スウィフトを合体させたみたいな感じの曲になっちゃったかなみたいな感じで勝手に思ってるんですけど、どうですかね。一応コードとかすごいテイラーっぽいんですよね。わかる。あ、本当ですか。いい曲やね、ほんとに。うん、本当？本当にいい。いや結構ぴったりな曲かもしれない、最後には。80年代の話だったらね、全米ヒットチャートらしい。5位ぐらいじゃん。いや、なんか、そう、だから私結構洋楽とか、あと結構人と好みが分かれそうな感じの音楽ばっかり、軽音とかでもちょっとそれを醸し出しながら軽音ライフ4年間送ってきたんですけど、まあオリジナルがまあもろそれが丸出しな感じかなって思ってますね。うん、でもなんかそういう感じだけど、いい感じにドラムとかベースとかギターとかも私がこうやってコードだけで弾き語りで作ってきた曲にめっちゃなんかいろいろ考えてくれて、なんかソロギターとかベースのね、なんて言ったらいいんやろ、分からん。なんかベースつけてくれたりとかね、ドラムとかしてくれて、でもなんか一つ自分が持ってきたネタがこうやって一つの曲になるんだなって思ったら、すごい、あ、なんかバンドってすごいなって思いました。あ、オリジナルバンドだからちょっと真面目にしとこうかなっていう感じ。ちょっともうずっとボーカルしてるから喉が相当つらい。代わりに歌うか。何て言う。じゃあやりますか、最後の曲。ストロンガーっていう曲です。